中野島駅は北海道札幌市豊平区中の島2条1丁目にある札幌市交通局南北線の駅である。駅番号は N11。南北線の豊平区内最北端の駅で一駅隣の幌平橋駅との間で中央区との境界となる豊平川を渡る。豊平区中の島地区を通る白石中の島2の真下に位置し、出入り口は 中の島2の交差点に2カ所設置されている。中の島という地名は、豊平川と正人川に挟まれた中洲であることが由来で、昭和初期の地盤改正時に中の島という故障が使用され始めた。駅スタンプは中の島駅のイニシャル N の中に中の島神社と狛犬が描かれたデザインになっている。二面二線の相対式ホームである。 ホームに改札口が直結する構造になっており、コンコースは設置されていない。改札及び出入り口はいずれもホームの麻生よりにあり、改札内に両方のホームを連絡する通路がある。札幌市営地下鉄の改札直結駅では、唯一2番ホーム側に駅事務室がある。エレベーターは北側に先に設置され、2011年7月に南側にも設置された。 それぞれ通常の出入口とは道路を挟んでいるが、エレベーター出入口の扱いも、それぞれ、1番出入口、2番出入口となっている。AED、およびトイレは2番出入口側にある。札幌市交通局によると、2019年度の1日平均乗車人員は6,090人であった。中の島地区の北側にあり、西側には、豊平側に架か,かるホロ平橋がある。 駅周辺は駅の真上に位置する商店街を中心に高層マンションやアパート、住宅などが立ち並ぶ住宅街となっている。また、近郊には研究施設や各種学術機関が点在している。その他、ラブホテルが多く見られるのも特徴であったが、近年は減少傾向にある。2020年4月1日現在、路線詳細は事業者営業所記事を参照。 ありがとうございます。